さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ朝霞です。今日の動画はですね、こちらになります。ホンダのフリードになります。フリードなんですけれども、もう見たら すぐ分かる方いらっしゃると思うんですけど、モデル X になります。でこのモデュロ X、 もう先に言ってしまいますね。もうここが一番最大の悩みかと思います。価格差、価格差というか価格で言うと250万円ですよ、約。なのでノーマル対比で言ったらかなり高いですよね。100万円であるとか、まあそれ以上ですね、高いですよね。まあどのグレードと比較するかにもよりますけれども、まあですけどその中身とかを知っていくと納得できる方も多いと思うので、ちょっとそのあたり、もう僕はこれ今、このイーカルハウスまで乗ってきたので、結構納得できましたね。だけど最後本当悩みますね、この価格差含めて。でもその価値は十分あるかとは思います。でこのモデュロ X がある意味フリードの頂点だと思ってください。先に言ってしまうと乗り味も含めて一番いいの持ってこいって言ったらこのモデュロ X って捉えていいかと思います。ハンドリングも良くなってますし、もう乗り心地も含めてですね、これ本当おすすめですよ。でもちろんハイブリッドとガソリンモデル両方用意されております。で基本的なフリード、これマイナーチェンジされて顔つき変わったんですけれども、そのあたりはフリードクロスターの動画を上げてますので、そちらをご覧ください。でこのモデュロ X でもガソリンとハイブリッド、さらには6人乗り仕様、7人乗り仕様、要は2列目シートがベンチ型になっているかキャプテンシート型になっているかで違いがちゃんと選べるようになっております。見た目からいきますか。まずはもうこのあたりのデザイン、今までもモデュロ X はありましたけれども、この黒のカラードのところが拡大されましたよね、ほら。なのでもう一発で見て、あ新型だって、あモデュロ X だって、これ分かるかと思います。で下側もこの大きくグリルが開いている形になっているのも特徴的ですね。でそもそもこのフォグランプもなんか存在感ありますよね。でこのフォグランプ含めて、通常のフリードですとクロスターじゃなければこのフォグランプ設定がないので、なのでここももうすでに高級装備の一つではありますよ。顔つきもやっぱりマイナーチェンジして、このグリルのところにカラードのこの加色が入ってきて締まりが出ましたよね。はい、とてもかっこいいです。ボディサイズは変わらないですよ。扱いやすい1695サイズですね。高さが1710ですよ。で長さとしては 4.3 メーター切っております。4290になります。で重さとしてはハイブリッドなので重たいですけれども、1430キロですね、この個体で。でホイール15インチ、これまあフリードはもう全部15インチではありますけど、このホイールのデザインが専用ですね。はい、モデュロ専用のデザインになっております。サイズは1856515になります。ダンロップのエナセーブがついてますよ。そして見ていくと、まあサイドスカートとかもついてますよ。先にタイヤいっちゃおう。エナセーブの、はい、リアもサイズ一緒ですよ。1856515です。ここサスの取り付け点、トレーディングアームの取り付け点がよく見えますね。まあこういうのを改めて見ると、これインシュレーターとか騒音計防音計全くって言っていいほどやってないですよね。でも結構車内静かでしたね。やっぱタイヤの効果も大きいんですね。でもこのタイヤを本当見事に使いこなしてたな。そう考えるとこの車すごいですね。へえ、防音材をこんなに何にも入れてなくてあの静かさを出してるんですね。特別静かっていうほどじゃないんですけど、僕が乗ってた印象からするともうちょっとやってるかなって思ったんですよ、このホイールハウス内。逆にやってないで音レベルに仕上げてるっていうのはいいかと思います。タイヤの効果も大きいかと思います。ですけど後ろから行きますか。やっぱりこのウィングが特徴的ですかね。このボックス系の車でのこのリアウィング効果は僕はちょっとわからないです。未知数です。しかもこれどのぐらい効くんだろう。これだから解析を僕見てみたいですね、この後ろがどうなってるのか。まあでも意味のないものはつけないでしょうし、まあでも見た目だけでもつけるかな。さりげなく個性主張してていいかと思います、このリアウィングも。マフラー関連はハイブリッドも一緒ですね。パワートレーンに関しては何にもいじってないので。でリアのちょっとディフューザー周りは加工はこの辺りはしてますかね、この R の付き方。まあここの R の付き方で、ちょっとは変わりますけど、どれだけ効果がこれであるのか。それの前にこのボディの仮面とかの方が大事ですけれども、ボディの仮面は相当デコボコしているので、もうこういったところで空気がたまりにたまるので、
まあ、スポーツモデルではないプチミニバンですので、まあ、そのあたりは、はい、いいでしょう。左サイドに回って、はい、右サイドと一緒です。完全一緒です。違ったら問題だっていう。まあ、改めてやっぱここでかいですよね、フリード。で、フロントガラスやっぱりフリード大きいですよ。このフロントガラスだけの大きさで言ったら、ほら、すっごいですよね。これ、ルーフがここをギュッて張り出してくれてるからいいですけれども、張り出してなかったら相当大きく見えますよ。だからやっぱ天井視界も高いですよね。まあ、ここブルーになってますけれども、はい、眩しさとか低減ですね、光の。まあ、エンジンルーム内とかは変わらないので、まあ、このあたりは、先日のフリードクロスさんの動画を見ていただければと思います。で、資料をいろいろ見るとこのフロントの下がすごいらしいですよ。覗きます。あー、これはちょっと効きそう。これはちょっと効きそうですね。だから後ろにどういった空気の導き方をするかっていうボディの仮面をコントロールしてるんですね。あー、これか、言ってたの。これは効きますね。これ効くんですけども、タイヤの結構かなり前の状態に、前の方にあるので、これ多分タイヤの内側ギリギリにライン付けされてるはずです。そうですね。だからタイヤの内側に対して、ここの位置に対して綺麗に空気を早く引っ張りたいって、早く流したいって、それでタイヤの乱流、だから風が当たった時にタイヤの方に行くのか、こっちに綺麗に流れるのかって言った時に、こっちに綺麗に空気をヒャッて流す、この速度をつけたいんですね。メインの気流を作りたいんですね。これこういう一つの突起物があると、空気の流れってその後ろに小さいあのスクリュー型の渦が生じるようなイメージですね。そうするとそこに空気引っ張られて、どんどん流速が、まあ、なんて言うんでしょう、空気の流れを意図的にレール付けできるので、作れるので道を。でもあれどのぐらい効果があるのかわかんないですね。今度機会があったら、あれガムテープでくっつけて殺してみて走行を比較してみたいですね。まあ、でもこのぐらいの効果はちょっとテストコースとかでガムテープ貼って効果消してみようとか、そこまでやんないとちょっとわからないですね、はい、一般道だとちょっと確認できないと。 あとこれも効く。これは効きます。これも効くんですけど、その以前にここが平面上じゃないですか。これ効くんですよ。この平面にすればするほど綺麗に空気のまずは流れができて、そこに一つここで空気が流れの主力がぐる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 って渦巻きながら通せるんですね。だからサイドの流速を、まあ、綺麗にその上下動とかもぼやけたりせずに一本レールを通したいっていう、そういうイメージですよね、気流の流れを。これハンドリングに効きそうですね。まあ、もう僕ここまで乗ってきましたけど、この効果はわからないです。だからこういうのはありなしを一回比べてみないとわからないんですよ。別に直進安定性悪くなかったですよ、とても良かったですよ、良かったんですけど、それがあの効果なのかは分からないって、そういう話ですよ。外装で言うとそのあたりですかね、違いとしては。じゃあちょっと中身も見ていきましょうか。これ今こういう間隔空いてるじゃないですか。これリアゲート開けるとギリギリですよ。ほら、やっぱリアゲートってこのぐらい幅取るんですよね。ほらギリギリでしょ。これだから6人乗り仕様ですよ。セカンドシートはこれキャプテン型ですよね。非常機もついてる形なのでキャプテンシート型なので6人乗りです。で、今3列目跳ね上げております。まあこの間に含めて長尺物とかも詰めるであるとか、まあこれ見てお分かりの通り、3列目までウォークスルーでストーンって入れるのがやっぱ6人乗り仕様の魅力でもあります。これをやると荷物はたくさん詰めるんですけど、これをやった時にセカンドシートは結構直立状態に近いです。この状態でセカンドシート乗るとシート全然倒れないのでちょっと不快です。なのでセカンドシートは前にずらしてあげてリクライニングをさせる、まあそういうような使い方になります。はい、今日これ帰り起こして帰るから一石二鳥、撮影もしよう。はい、これ結構簡単に片手で、ほらで、これ下ロックさせます。じゃん。で、これは裏側にあのロックのカチャンとはまるとこあるので、そこに、はい、はめました。で、あとはシートを起こすだけですけど、このシートは片手では起こせません。なのでこのレバーを引っ張って起こす形です。なのでちょっとカメラを置かないといけないので今はやめましょう。まあこの状態であればリクライニング効きますもんね、後席も。はい、セカンドシートはまあフリードクロスターとかと一緒ですよ、本当に。キャプテンシート型になっております。これ高さ調整はできないですよ、もうここ備え付けです。なので2列目で一番シートをリクライニング後ろに下げるとリクライニングできないので、だからシートとしては設定値からもこれだけの角度を前に傾くわけですよ。
だから全然倒れないですよね、3列目あると。だからシート前に出さないといけない。まあそれを矢と取るか何と取るかっていうところではありますね。まあでも荷物を積むときに限って3列目はこういう状態にするので、まあ使い勝手としてはこういういろんなさまざまなシートアレンジの中の一つって思っていただくと。これもついてますよ、これフリードみんなついてますので。でドリンクホルダー、 USB とかのそういったのはないですね。こういったところに USB の充電があるとか、あれ日産はやっぱあのあたりはいいですよね。例えばこれ今シート一番下がってる状態なので足めっちゃ余裕です。でもリクライニングが倒れるように3列目が、だから先ほどのこの状態ですよ、この状態の時ってリクライニングさせようと思ったらシートやっぱ前出さないといけないので、前出すとだんだんこの靴をシートの下に入れたくなってくるんですけど入らないです、なかなか。ここにバッテリーがありますので、ここ燃料タンクがあるのかな、バッテリーは後ろか、いや違う、バッテリーはやっぱここか。あ、ここの僕知らないな、細かい話。はい、多分コメントでバチバチ刺されるだろうな。なのでまあシート前に出した時に本当は靴入るといいですね。このぐらいちょっと足元は窮屈かもしれないですけど、そうするとリクライニングできます、はい、まあこれでリクライニングできたらヘッドクリアランス今十分ですけど、シートすごい立ってるのでシートを寝かしてあげたらだらっと座ることも可能って、そういう話ですよ。はい、じゃあ運転席行きましょう。まあこのあたり収納豊富ですよね。もうクロスターと本当一緒ですよ。これピアノ調ブラックじゃないですか。これモデューロ専用の加色のはずですね。ピアノ調ブラックはモデューロでしかつかないので、はい、そのあたりがちょっと違いますね。あとホンガーステアリングですよ、モデューロ X になると。だから内装すごいシックな感じですよね。あの落ち着いた感じです。エンジンかけると、まあハイブリッドなのでスタンバイモードですけれども、まあ、このあたりは変わらないですね。あ、表示だけは違いますね。表示だけはモデューロ X ってなります。シートがモデュール X です。アルカンターラ、アルカンターラじゃないですか。あ、ちょっと違うか。素材、なんか肌、触った感じアルカンターラじゃない感じはしますけれども。で、このシート質感高いんですけども、で、シート自身も滑りにくくてホールド性もいいんですけれども、これを選ぶとっていうか、これがもうついてきちゃうんですけど、そうするとシートヒーターがつかないで、そこがちょっと気になるとこかもしれないですね。あとは、もう、通常のフリードと一緒ですので、いいですよね。今度、見てください。あの、クロスターの動画も、収納も豊富にあります。ちなみに、そんなのいいよっていう方のためにも、まあ、参考までに、ここに照明がついてるのも、はい、モデューロ X。お、ほら、照明ついてた。はい。女の子、喜ぶかもしれないですね。女の、この車で女の子と言っちゃいけないな、奥さん喜ぶかもしれないですね。はい。照明ついてます。でもちろん2列目の、子供の様子とかもこの専用のミラーで見ることができます。標準設定ですけど、サイドエアバッグ標準設定です。これもモデューロ X です。他のグレードではこれメーカーオプションになりますけど、モデューロ X では、唯一ですよ、標準設定でサイドエアバッグがついてきます。なのでまあ一番最高の装備でスタートっていう形でモデューロ X は価格設定がされております。じゃあスタートしていきましょう。